唐津市内の老人クラブの会員が制作した手芸や陶芸などの作品展が今日から唐津市で開かれています。この作品展は唐津市内8つの地域の老人クラブで作る唐津老人クラブ連合会の会員およそ70人が日頃の活動の成果を披露しようと初めて開かれたものです。会場にはいぐさを細かく編み込んだ七福神の宝船や石畳から天守閣まで白を基調とした小さな部品を組み合わせて作られた城、それに一つ一つの料理を縫い物で表現したおせちなど個性豊かな150点ほどの作品が並んでいます。みんな上手ですと思います。感心しています。本当にもう皆さんみんな器用だなと思ってね。会員さんが一生懸命こういうものを作ってあるということをですね、ぜひ知ってもらいたいと。作品展は今月15日まで唐津市役所の市民ホールで開かれています。